レッドサーモンだよな。お疲れ様の図。もう体中ボロボロです。まあこうやって子孫を残していくわけですな。立派だね。なんか俺の目が悪いのか、レインボーに見えない気がしないでもないけど、まあレインボーではないでしょう。ちょっと野暮だけど追っかけてみっか。ここは、相も変わらずのビーバーポイントでございます。あのね、ビーバーとね、その、今真ん中ぐらいのところでちょっと浅いんだけど、そこに立ってたらね、ビーバーがこっち側からね、ピューっとね、枝をくわえて泳いできたの。で、ほんの本当に5メートルぐらいのところで俺に気づいて、めちゃめちゃびっくりして枝を離して逃げてきました。やっぱここはビーバーくんの住処みたいです。ここはね、ちょっといいんだよ。まあ俺の技術じゃなかなか釣れないし、ここではニジマスしか釣ってないんだけど、なんつうのかな、のどかなんだよね。こうなんつうのかな、バトってる感じがしないのよ、ここは。勝手に名付けてビーバーポイント。ここはね、好きだね。ニジマス一匹釣った場所でもあるし、素敵なところです。景色もいいでしょ。多分あっちが多分ベアマウンテンかロシアマウンテンのどっちかよくわかんないけど、ですぐね、高速も、ああ、道路も近いんだけど、やっぱね、ここはいいです。素敵です。でね、いろいろとね、ポイントが山盛りなんで、やりがいもあんのよ。今日使ってるフライはね、こんな感じ。こんぐらいのちっちゃい重りでもね、慣れれば 20m ぐらい飛ぶのよ。だからね、フライキャスティングの意味が本当にないんだよね、この仕掛けにしちゃうと。俺の場合はね。今日は風吹いてるけど、別に風吹いてても平気だし、20メーター飛ばしたら魚は山盛りいるって。てか20メーターも飛ばしたら魚はいねえんじゃねえんかっていう話で、お、さっきのお疲れさんが戻ってきました。早くお前どっか行けよってことなんだろう、だろうかね。いやー、でもこうやってまた来年も再来年も産卵をしに来て、で、紅鮭はずっとこのアラスカ、キーナイ川に生きているわけだね。いいじゃないの、いいじゃないの。なんかね、そういうのもたまに口に引っ掛けさせてもらうけどさやっぱり立派だよね、野生の生物、あの野生の魚っつうのは。釣れないのはね、しゃあないの、ある意味。でもたまーには釣れるから、きっとそれでいいんですよ。2ヶ月を超えて3ヶ月目に入ってから、なんかね、まったりとしてきたのよ。いいと思わない？この景色のもと、イライラしてももったいないよね。では
5分動画といたします。バイバーイ。